シンポジウムはアメリカ軍基地周辺から高濃度で検出されている有機フッ素化合物 PFAS の問題解決に向けて県が主催したもので基調講演には有害物質や廃棄物に関する調査報告を行っている国連特別報告者のマルコス・オレデアーナ氏が登壇しましたオレデアーナ氏は世界的に PFAS が規制や廃絶の対象となっていることや 汚染物質の浄化化についいて義務化が進んでいることを報告しましまたこの,後のパネルディスカッションでは、日本国内の規制の現状や海外での先進事例をもとに、専門家らが意見を交わし、玉城知事は、水質汚染は命や人権の問題、解決に向けて取り組むのは政治の責任と訴えました。 映像作家の平泉さんは、ドイツに駐留するアメリカ軍が基地内の PFAS 汚染の調査や処理に取り組んでいる事例を挙げ、 沖縄では日米地位協定が壁となって基地内の調査が実施できないと指摘しましたシンポジウム後の会見でオレリアーナ氏は3日間の沖縄視察で県や市民団体などから提供された情報について次のように述べました オレリアーナ氏は、不安に思う住民の証言が多いことに懸念を抱いた、事実や提示された科学的根拠を慎重に吟味して、今後、日米両政府の見解を聞きたいという考えを示しました。